こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。韓国産ロケットと豪語し、実態はロシア製だったことが判明し、世界中に恥をさらした韓国ですが、小惑星探査事業を計画しましたが座礁したようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。韓国科学界が史上初めて推進していた小惑星探査事業が座礁の危機に追い込まれた。科学界によると、科学技術情報通信部内の科学技術革新本部が進行した予備妥当性調査対象選定過程で、小惑星アポピース探査事業が先月21日脱落に分類された。推進不可判定を受けたのだ。アポピース探査には2024年から2030年まで3873億ウォンが投入される予定だった。平壌新聞の取材を総合すれば、最も大きな脱落理由は4年前の2018年に始まった中長期宇宙開発計画にアポピース探査が含まれなかったためだ。事業推進根拠が弱いという評価を受けたのだ。ところがアポピースが科学界と一般人の間で探査対象として本格的に注目されたのは2019年以降だ。韓国科学界の力量も、2018年当時は小惑星探査を推進するのが難しい条件だった。あらかじめ計画されたことだけを推進するという政府の硬直した態度のために、韓国が宇宙先進国の踏み台を用意する初めての小惑星探査機械を飛ばしたのではないかという批判が提起されている。自動小銃銃弾の40倍の速度で動くアポピースのそばで探査船が並んで動き、表面を観察する。高難度の技術だ。成功すれば小惑星探査で一気に米国、欧州連合、EU、日本など宇宙先進国のパートナーになれる機会だった。科学界の話を総合すれば、アポピース探査事業が突然提起されたという点が予備妥当性調査対象選定で退けられた重要な理由だと知られた。アポピース探査は昨年初めに推進され始めた。このため2018年から施行された政府の中長期宇宙開発庁舎である3次宇宙開発振興基本計画には含まれていなかった。基本計画には小惑星探査地点が2035年以降に決まっている。このため根拠が微弱だ、計画を引っ張る理由がないという指摘を受けたということだ。それではネットの反応です。中国も日本も宇宙に探査機を飛ばしているのに、韓国だけがいつまでも隣の国から打ち上げることだけを見物しているわけにはいかない、我が国も一度やってみないと。韓国政府は発展のないゴミの国だから未来には関心がありません。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。